連兵場を作れば、各兵士の戦力を大幅に高めることができますよ。勝つためには、各兵士のスキルとテンプを賢く組み合わせないといけませんね。
天文20年父信秀の死により信長に人生の転機が訪れる。紫布の期待、美濃の暗雲と東山の危機、運命の歯車がゆっくりと回り始めた。
この戦、勝利してみせる。